ムールマンスクはソ連で建造された軽巡洋艦であるロシアの都市ムールマンスクにちなむ艦名は第二次世界大戦時にアメリカより対応されたオマハ級軽巡洋艦ミルウォーキーに命名されていたものから受け継がれたムールマンスクは68ビス型軽巡洋艦の14番艦として計画された1953年1月28日に セベロドビンスクの第402造船工場で、寄港、9月25日には、ソ連海軍に編入された。1955年4月24日には、浸水。1955年9月22日に、巡航した。北方艦隊に配備され、軍艦機を掲げたのは10月6日であった。1962年2月には、第6ミサイル戦闘艦士団に配属された。 1964年10月17日から21日にかけてはノルウェーのトロンハイムを訪問した。1978年5月10日から14日にかけてはフランスのボルドを訪問した。1970年にはムールマンスクはいくつもの大きな任務を担った。4月8日にスペイン沖で原子力潜水艦系8が遭難するとムールマンスクは これの救難活動に当たった。73名の救出に成功した者の間は沈没、多数の命が失われた。4月から5月にかけて実施された軍事演習、オケアンに参加し、北方艦隊の海軍大将セミオンの応ボフの指揮下、ムールマンスクは北海のソ連艦隊の機関を務めた。この年11月1日から翌1971年7月31日にかけては、 戦役となっている中東地域に派遣され消耗戦争に関してイスラエルと急戦したばかりのエジプトに対する軍事的支援を行った。1972年1月28日から1973年11月30日にかけてはセバストーポリのセブモルザボートでオーバーホールを受けた。1988年から1989年にかけて実施された 改修工事により、ムールマンスクは、統制巡洋艦となった。この工事には、2400万ルーブリの費用がかけられた。しかし、それにもかかわらず1989年12月1日には、戦列から除外され、コラ半島の停泊地にて、モスボール状態に入れられた。その間にソ連は解体し、ムールマンスクもロシア海軍の管轄下に移った。 1992年7月3日には武装解除され、海軍により除籍された。艦を解体して売却することにより、海軍は資金を得る予定であった。そのため、12月31日には、乗員は解散され、艦は1994年に、インドの民間会社へ解体のため売却された。除籍されたムールマンスクは、1994年12月、保管されていた。 英白地よりインドに向けて栄光された。しかし、その途中で栄光策が切れ漂流。同年12月25日、ノルウェーのフィンマルク県ハスビクにあるセルイア島生誕、SRVR 村の北西にあるギャショールマン、島北東に座礁しているのが、地元の漁師と住民により発見された。ムールマンスクは、右舷側に横転し、完全に横倒しとなっていた。 復旧作業が行われ、横転状態からは回復したが、栄光に失敗し、その場に放棄された。セルイア島沿岸に座礁し放棄されていた状態の、ムールマンスク画面左側後方の島がギャショールマン、島以後、放棄されたムールマンスクは、ノルウェー当局により危険であるとされて、原則として、立ち入りは禁止されていたものの、特に厳しい接近、立ち入り禁止規制は行われず、以後、 環境汚染の恐れが指摘されながらもちょっとした観光スポットとなった。ロシア人観光客が無断で上官し、艦にロシア海軍軍艦旗やロシア国旗を掲げるというトラブルが複数回起きたため、立ち入り禁止規制を厳格化することが検討されたが、友人による上中監視が難しいため、厳格な立ち入り禁止規制が行われることはなかった。その後、年々浸水が進み、 激しく錆びつきつつも2000年代に入っても、上部構造がまだ水上から確認できる状態で、残存していたが、2009年には撤去計画の資金の目処がつき、座礁地点の推進が浅すぎて不要できたとしても、栄光は不可能と判断されたために、セルイア島とキャショールマン島をつなぐ形で周囲に防波堤を作って隔離した後に水を抜き、カンドックの状態として、 解体撤去する広報が採用された。2012年4月には周囲の監読区下が開始され、同年夏に監読区下が完成。解体作業は12月にはほぼ終了し、2013年までに撤去が完了した。ムールマンスク自体は完全に撤去されたが、貫読区下に伴って埋め立てられた浅瀬が2015年現在でも部分的に水上に残っており、王子を伺うことができる。 ありがとうございます。